もう第1試合から満員状態、新宿フェイスです。 K1 選抜 VS 格闘代理戦争7対7全面対抗戦、フェザー級 57.5 キロリミット、3分3ラウンド、延長が1ラウンド用意されています。左側赤いグローブ秀樹、こちらが K1 選抜。さあルールはこちらとなっております。1ラウンド中3回のダウンで KO 負け、3ノックダウンシステム。さあプロ初陣となりました。こちらが岡島啓人、20歳。さあこれ所属ジムが岡島の方が K1 ジム相模大野クレストですから、浦部博隆選手、はい、どちらかというとそちらからの目線でちょっとお話ししたいところですね。そうですね、秀樹選手もパンチ力あると思うんですよ。前回、はい、同門のクリスト同門の、今日出る和樹が負けてるんで、坂上選手でしたよね。そうですね、はい、でも軽度もねパンチ力すごいあるんですよ。強いようですね。はい、何ですか、細いんですけど、はい、筋木っていうんですか、なんかそういう細いんですけどすごいこう関節とかも全部こう硬いんですよ。だからその硬さから出るパンチ力みたいなのがあって、関節の硬さって影響あるんですか。なんだか、なんですかね、不器用な硬さみたいな、うん、あ今ちょっとこう三日月蹴り気味にボディに、はい、強いローキックから左の得意のパンチは秀樹、まあ、どっちも攻撃力ありますね。そうですね、岡島も膝を突き立ててくる。いや本当か、年齢もそうですけど体格もそうですけど、対照的な2人ですね、はい、全くそれぞれスペック違うんですよね、はい。今日だと、はい、軽く打つパンチ、ちっちゃい方が大体強打なんですよね、はい、基本的には。で軽い選手がこういなすっていうパターンが多いんですけど、もうまさに今その形になってて、ね、赤いグローブの秀樹はその下げ髪和樹戦は2ラウンド KO 勝ちでした。あの時は左のストレート、しかしまあ試合のことをちょっともう内容ですとか記憶がない、覚えていないなんていうふうにも語っていますから、はい、はい、今秀樹選手ちょっと体を正面向いてるんですよ、はい、これだとパンチをもらいやすいんですよ、攻撃をもらいやすいんです。これで緊張すると結構なりやすいんですけど、実はこう体を半身切った方が良くて、はい、相手に対して斜めに体を向ける方が攻撃をもらいやすいんですよ。ローも全部もらいやすくなっちゃう。今ちょっと体流れましたよね。そうです、これ今正面向いちゃう、はい、これ力むとこうなっちゃうんですよね。あ、はい、でそこをちょっとうまいこと直しながら、で攻撃の方はローキック強いですね秀樹。そうですね、パンチはもうパンチとか重さで言うなら秀樹選手、はい、まあ、距離間合いとかで言うなら、まあ、あとテクニックですね、はい、テクニックで言うと、あ、気をつけた方がいいですね。こうしてラッシュしてくるのが秀樹、一発一発が強い。当たれば倒れますね。怖いですね、はい、こういうローキックから下からも崩してまいります。廣高選手、これ反対に岡島の構え向き方っていうのはどうなんですか。はい、そうですね、まあパンチで狙ってるのがよくわかります、うん、となるとこれ相手も、あ、狙ってるなっていう風に察知しますよね、やっぱり。うん、そうですね、いきなり狙ってもやっぱ当たらないんで、まあ、そういう意味では和樹選手、和樹じゃない、秀樹選手、秀樹選手、ローを結構蹴ってるんで、うん、ね、この後の展開が楽しみですね。そうですね、後半この秀樹のローキックどうこうを操すか、タイムストップです。これはローブローとなってしまいました。この後続行という形になります。回復を待っています。木戸選手、出だし間合いなんていう点ではどうなんでしょうね。そうですね、まあ、間合いで言うと、どちらかというと、なんとも言えないですね。その間になんとも言えない、なんとも言えないという、引かないという中 で、 そうです、ね、第1ラウンドが終了となっています。さて赤いグローブの秀樹のローキックに得意の左のパンチに、これは廣高選手、はい、クレストの岡島がやはりパンチ、はい、パンチ、そして蹴りと。そうですね、やっぱ、まあ、デビュー戦ってことも、まあ、あるのか、はい、ちょっと硬いような気がしますね。もうちょっと2ラウンド目以降は、ね、はい、いろんな技を見せてほしいですね。多分結構緊張してると思うんですよ、はい、2人緊張してるから周りの距離感が、普段練習してるところものがまだちょっと出てないのかなっていうのはすごい感じますけど、
木戸選手はどうですか、練習通りに自分出せるようになってきたなんていうのは何年ぐらい。あ、そうですね、まあ、今22年目。うわ、まだできないですね、できたことないですよね。ちょっとびっくりしましたね、これは。僕もびっくりです。そうですか、今日はいろいろ振り返ってもいただきたいと思います。自身の歴史ですよね。さあ、プロキャリアのスタートです。青いグローブの岡島啓人、20歳。まあ、今秀樹選手今サウスポーにスイッチしてるんですけど、これはもうしっかり右と左をパキッパキッってもう変えた方がいいですよ。これを中途半端に真ん中で構えちゃうと攻撃もらいやすくなるんで、今変えましたね、オーソドックススタイルに。しっかり変えた方がいいです。またなんといっても秀樹サイドから見るとこういう岡島の蹴り厄介ですよね。ちょっとこう、はい、サイズの差というのも如実に現れてくる。でも多分インターバル中に多分蹴りの指示が入ってるんですよ。で、ほうほう、今やっぱこう1ラウンド目に比べて、はい、今日も蹴ってるんで、お互いカットしないですね、あんまり。本当はカットするのが、はい、あの定石なんですけど、これダメージ心配になってきますよね。そうですね、いい前蹴り、三日月気味のいい前蹴りですね。どっちもでも、もう左足、はい、ちょっと赤くなってるんで。あ、変色してきてます。そして前足にローキック連打、廣高選手、はい、岡島の蹴りも重たく見える。それからパンチですね、はい、結構重いですよ。どうもローキックからパンチ、下がりながらの攻撃、岡島。あ、ここはタイムストップ、この試合2度目。今度は岡島が食らってしまいましたね。これは秀樹が済まなかったと謝りました。でも廣高選手、ちょっとこれ岡島の形できてきましたか。はい、そうですね、あの倒したい気持ちがすごい伝わります。まあ、でも相手もすごいパンチ力ありますし、はい、気は抜けないですよね。そうですね、打ち合いでその後それがどう出てくるか。大丈夫ですね、これで続行です。再開します。試合は第2ラウンド、本戦3ラウンド中の2ラウンド目です。赤いグローブが K-1 選抜の秀樹、青いグローブ格闘代理戦争選抜、青いグローブの岡島啓人。岡島デビュー戦、ワンツーから右のストレート、膝顔面にも届くかという高さありますね、この辺りの攻撃。さあ、木戸選手、はい、秀樹ちょっと食らいましたね。そうですね、いや、ちょっと正面向いてるんですよね、今、うん、今もそう、はい、左で返しました。さらに空中で、悪くない、悪くない、相手を叩き落とすような秀樹のパンチ、いい右のストレート、岡島さらにもう一発、今ちょっと引いた、引いた、はい、引いてますね。これ秀樹サイドの方がということですか。いえ、今ケントもらったんですよ。はい、あ、でも自分から前に出てくる、そして左のリカバリー、さらに飛び込む膝、これも距離が近くなっています。正面になると本当に入りやすくなっちゃうんですよ、打ったものが全部入るんで、はい、そこだけ本当に気をつければ。秀樹の方から見て、そうですね、秀樹選手いいと思うんですけど、岡島選手はまあ割とバランスはいいですね。はい、あ、ちょっと前傾姿勢に構えています岡島、右のハイキック、本当はローキックしっかりカットしてれば相手が蹴れなくなるんで、ローキックってディフェンスじゃなくて実はオフェンスでもあるんですよ、はい、ローキックのカットって、はい、ディフェンスじゃなくて僕はオフェンスだと思ってるんで、あの、もうそうですね、それで相手の足が痛んだりこう骨が折れるなんてことも、はい、そうですね、ありますよね。さあ、第2試合が、第2ラウンドが終了しております。こちら赤コーナーは秀樹サイドです。秀樹選手が、はい、あの力んで、お、いけるって倒しに行こうとしている時が一番危ないです。あの時が一番右ストレート、あの岡島選手の右ストレートをもらうタイミングなんですよ。それやっぱりこう体の位置関係ありますか。位置関係あります、うん、もう自分で打ちに行ってるから、はい、そもそも体が正面向いてる、今のところもそうですね、正面、体が正面向いてるから、はい、もうガッて前に打ちに行こうとした時もうガラ空きなんですよ。でそこに右ストレートもらったら絶対効いちゃうんで、あ、はい、岡島選手はもうそこを狙うべきですね。お、うん、これ効いて廣高選手はどうですか。はい、そうですね、まあ、けども右ストレートは狙ってると思いますし、はい、ただカウンターの膝はちょっと
危ないタイミングがあるんで、そこだけちょっと気をつけた方がいいかなっていう感じですね。これは攻撃しながらというところ、そうですね、秀樹選手が向かってくるときにカウンターの膝を合わせてるんですけど、その膝のタイミングちょっと危ない時あるんで、さあ試合は最終第3ラウンド、赤 K1 選抜の秀樹33歳、対する格闘代理戦争選抜20歳の岡島、デビュー戦は青いグローブです。4戦目の秀樹はこれまた右手前に構えてますね。やっぱり木戸選手、はい、これ秀樹の構えが気になりますね、いろいろ。そうですね、まあまあでもこのスイッチする、僕もスイッチするんで、スイッチするのはものすごいいいと思うんですよね、相手に錯乱できるんで、はい、相手にそうですね、こういうイメージインプットさせておいてから攻撃、はい、これはものすごいいいと思います、やっぱりさ出しにくいのはあると思うんですよね、どっちも、うん、あ今どちらもそうですか。そうです、距離が、はい、本当に最初からずっとどっちの距離でもないというところが、はいはい、まだそれは変わっていない。そうですね、こちらそこを突破した方が、はい、いけるんじゃないかなと思うんですけど、これ岡島サイドに広高選手、はい、どうですか、突破の術っていうのは今この局面何ありますか。どうですかね、もうでも3ラウンド目なんで、はい、もうちょっと自分からフェイントかけたりアクション起こしたいですよね、動きたいですよね、はい、もうちょっと動き必要ですね、はい、これじゃあ1ラウンド目2ラウンド目とあんまり変わらないんで、もう少し動きが必要だと思います。またデビュー戦、これ悔いなく飛び込んでもらいたいですね。岡島サイド青いグローブです、中心に赤いグローブ秀樹を置いて回っています。どうでしょう広高選手、岡島ちょっと手数なくなったのは、これ何か理由に当たりますか。やりづらいでしょうね、だからなんか攻められない何かがあったんでしょうね、はい、早めに解明したいですね、はい、でも秀樹の方も木田選手、はい、これそれほど積極的に攻撃してくるというわけではない。そうですね、ちょっとお互いこの2ラウンド の、はい、あのインターバルの時ちょっと疲れてたんで、あこの後行くんじゃないですか。パンチは岡島のロングリーチ、ラスト何十秒となったらもうあと動くしかないんで、そうですね、はい、あと50秒となっています。意外とスタミナの時ことを考える選手は結構いるんで、はい、ラスト30秒だったらもうガーッと動き出すような気はしますね。30秒ぐらいならばどうにかなるか、はい、スタートですよね、リスタート。ちなみにうちでこの、はい、中距離走というか長距離もそうなんですけど、ね、一番速いのケイトなんですよ、うちのクレースの中で、あれ何十人かで走るんですよね。そうです、その中距離で、はい、ダントツに速いですよ。ダントツです。となるとここからのダッシュ力、スタミナだから全然あるんですよ、その苦しさデビュー戦で思い出すことができるか。右ダスター2発入りました、ダウンを奪った、最後に岡島ケイトがダウンを奪った。なんとか立ち上がっている秀樹、ファイティングポーズを取りましたが、ここで時間はどうだ、時間はないか、今ゴングが鳴らされています。いやしかし滑り込みセーフとでも言うべきか、岡島健人がダウンを奪いました。まっすぐになったタイミングの右ストレートですね、まさにそれ見てたんですね、はい、そうですね、狙ってましたね多分。いや時間をかけて広高選手、はい、あれは主君の一発ありましたね、はい、よかったですね、いい右ストレートですよ、重いし、はい、ドソンとくる、もう体の後ろに抜けるような、後頭部の方に抜けるような重い、はいはい、いいパンチですね、右。あんな形になるとちょっとこう踏みとどまることが秀樹ができないわけですが、そうですね、あこれが判定に大きく物を言いそうですね。結果をお知らせします。さあ発表です。ジャッジ畑中30対27、青岡島3ポイント差、岡島です。ジャッジ太田30対27、青岡島。岡島ジャッジ梅田30対27、青岡島。3者30対27、フルマークで K1 選抜プロ4戦目の秀樹をプロデビュー戦格闘代理戦争先鋒岡島啓人が下しています。
さあまず後輩のデビュー戦勝利に廣高選手、はい、一言ください。そうですね、プロデビュー戦まず一勝、はい、本当に良かったです、本当まずここで勝つか勝たないかじゃやっぱ変わってくるんで、はい、良かったです。本当に勝ってちょっともう心の底から今その言葉で、そうですね、出てきたなって気がします。次も楽しみですね。全くですね。さあ木戸選手も改めて試合自体に感想をいただきたいと思います。はい、いやまあそうですね、僕はまあもう30代後半なんで、まあ、割と30代の選手、もう頑張れよっていうちょっと待ったんですけど、まあでももう本当、うん、いい選手ですね、岡島選手。そうですね、頑張ってほしいですね。キャリア上位の秀樹を下しました。まず格闘代理戦争チーム岡島啓人で先鋒戦を制しています。